はい、どうもこんにちは、バイシムくんです。バトルフィールドで有名なアジア大会を優勝したあの元プロゲーマーバイシムくんが突すなしてみます。バリスター、いや、ほとんどやったことないんだ、実は。一応アンロックはしたもののって感じ。ちょっと立ち回りから1から教えてくれ。今日は俺がキッズになる番だ。あ、やばい。だこんなダメだ、突してねえ、少なくとも突しねえと。危ない。え、後ろからやられた。ファッキュー。味方が全滅したな。あー、もうこの、これ嫌なんだよね。この、ブオーンってなるの。そしてアシストで終わっちまった。あー、もうちょっとしっかり覗かないとダメだな。オッケー、わかった。しっかり覗かないと当たんないんだね。よし。これ嫌なんだって。これ勘弁してくれよ。このあれ、フレンド UAV は来たのはいいんだけど、え、今敵じゃね、ちょっと待って。え、もう意味わかんねえ。やっぱヌークタウンちょっとよくわかんないね。後ろになったり前になったり、これはなんでなの。味方がやられまくってるから、それとも敵がやりまくってるから。いらっしゃらないですな。どこで湧くんだ、こういう時どこで湧くの、これ。え、わかんないっすよ、僕。ちょ、こっちか。あ、当たったじゃないですか、2回目。危ない。よし、一人ずつゆっくりやっていけば、そんなに難しくはないんだな、と。砂も。あ、後ろ開いた。いや、それはないって、それは。後ろ脇は。これ味方に取り残されてるな、なんか。これちょっと、エイムとかじゃ、立ち回りがなんかもう、立ち回りっていうか、全体的に、非常にやりづらいね。多分、砂だろうがなんだろう、これやりづらいですよ。あ、やべ。あ、味方かと思って、味方か。これ、遠くもやれるのはいいね。砂の強みって感じがするわ。いや、勘弁してくださいよ。よし、あ、やばい、弾がないっす、弾が。これどっちだ、これはどっち、これこっち湧くの。お、嘘でしょ、嘘じゃん、冗談と言ってくれ。あ、大丈夫だな。今分かってたわ。分かってたけど今やれなかったな。分かってたっていうか分かってなかったな。厳密には分かってなかった。味方が敵やりまくってんの、これ、もしかして。ちょっと待って。あ、そうだ、ナイフとかあったな。え、何今の。なんか敵が現れてすぐ去っていった。分かんねえぞ、もうこれどこで湧いてんのか。いやー、無理か。味方と同じ流れに乗ってかねえと。え、何それ。もういいや、あんま気にしないようにしよう。あんま遠くだと死なないのか。そして、あの、覗いてすぐだとやっぱ無理だね。こんくらいだとね、もうめちゃくちゃ見当違いのところに飛んでいくんだね。別の武器の方がいいのかな。もうちょっと釣るか、しっかり。こんなもんでどうですか。ん？お、終わったか。これ結構味方押せ押せ、どんどん、これ。危ない。あ、やべ、今。あー、取り逃した。あー、当たってんのに。やった。大丈夫でした。ちょっと待ってくださいね。まだ来ないでくださいね。よし。あ、変なところになんか置かれてる。あの、なんだっけ。あの、ガトリングガン。UV 飛ばす、とりあえず。あ、この裏いっぱいいるな。そのうち出てくぞ、ここから。トスナじゃないね、これ。ただ間違いなく。間違いなくトスナではない。俺はトスナらしく行く。が、その前に。で、ストーミーミサイルインバウンド。はい、さよなら。お、やった！はい、ってことで、16キル級です。
こんなもんなのかね。よかったら教えてください。バイシム君でした。もうちょっといい方法教えてくれ。じゃあこっちの味方の人は詰めまくってなんだ。37キルしてる人がいる。はい、じゃあね、また。